第8号苦戦艇は、日本海軍の苦戦艇。普遍的には、第4号型苦戦艇の5番艇とされているが、海軍省が定めた、特務艇類別等級及び艦艇類別等級では、第1号型苦戦艇の8番艇。3計画の300トン型苦戦艇、仮称艦名第63号艦として計画。1938年1月10日、株式会社玉造船所で、 建造番号260番線として寄港。5月28日、第8号苦戦艇と命名され、特務艇、苦戦艇、第1号型の7番艇に定められる。8月9日、浸水。11月30日、竣工し、本席を横須賀陳府に定められ、横須賀防備隊付属に編入。1940年11月15日、 官邸類別等級と特務邸類別等級の改正により、特務邸の苦戦邸から官邸の苦戦邸となり、本席をクレチンジュフに定められる。同日、第7号苦戦邸、第8号苦戦邸、第9号苦戦邸の3席で、第11苦戦隊を新編し、第2艦隊第11根拠地帯に編入。11月18日、 司令区選定を第7号区選定から変更されたが、同日第7号区選定に復帰。1941年4月10日、第11区選隊は、第3艦隊第1根拠地帯に編入。5月14日、司令区選定を第7号区選定から第8号区選定に変更。31日、司令区選定を第7号区選定に復帰。 以後1941年9月まで断続的に中国大陸沿岸で監視紹介に当たる。10月31日、第11区戦隊は南図海艦隊第9根拠地帯に編入。太平洋戦争の初戦では、マレー半島上陸戦団の護衛突破連ン攻略戦団の護衛に従事。1942年3月以後は、ペナンを根拠地としてシンガポール、 サバン方面の護衛に従事。4月10日、第11区船隊は、第1、南図海艦隊第9根拠地帯に編入。以後、第1、南図海艦隊冷下の根拠地帯や特別、根拠地帯間での移動を繰り返しつつ任務に従事。1945年3月4日、船団護衛中に、マラッカ海峡北部で、イギリス潜水艦、トレンチャントと、 テラピンの攻撃を受け沈没した。1947年5月3日、第8号区選定は、海軍編成の廃止に伴い除籍され、第11区選隊も廃止された。本来の定位名表記は、第8号区選定。以下、第8号区選定の表記部について同じ。昭和13年9月20日付内例、第807号で、第1号型に、 第6号苦戦定が加えられたため、最終的には8番艇となる。昭和15年11月15日付けた時代256号による感染職員含む規定第1条の改正で苦戦定長が新設されるまでは、本邸に限らず苦戦定の艇長は公式には存在しない。ありがとうございます。